はい、こんにちは。ギターブレイ講師の斉藤正人と申します。今日はですね、もうそもそも改めてなんですけども、ここに来てなんですけども、基本のフォーム、これをですね、やっぱりしっかり皆さんで確認していきたいと思います。やっぱりね、基本のフォームがしっかりしていると、演奏全体がやっぱレベルアップするんで、どんな演奏に関してでも大事だと思います。ただ、フォームというものは非常にパーソナルな問題が多くてですね、人それぞれ違う問題がたくさんあります。もう人それぞれ一人に一つフォームがあると言ってもいいくらいの、非常に指導がしにくい、ジャンルになります。最大公約数的なね、内容を今回は動画でお伝えさせていただこうと思います。もし何か悩みとかがね、あるとか、なんかどうしてもここがよくわかんない、手が難しい、痛いとかね、ありましたら、ぜひ、オンラインレッスンやらせてもらってますカフェトークというところからやってるので、下の概要欄からぜひね、ご相談していただければ。早速じゃあね、始めていきたいと思います。フォームなんですけども、まずウクレレってですね、3つの部分で構成されています。ここがヘッドです。頭の部分、ここにペグというものがついてて、ここでね、チューニングをこうくるくる回してね、弦の音を合わせていくんですけども、ここにね、まあ、チューナーと皆さんくっつけられてると思うんですけども、ここがまずヘッドの部分です。で、その下ネックです。ここ頭の下が首の部分になってます、ここで左手でまあ握り込んでいくんですけども、ここネックですね。で、その下ボディになってます。はい、で、僕はちょっとこれテナーサイズになってちょっと大きいんですけども、まあ、今日は基本的に全部のサイズでもね、ご説明できるような内容にね、していきたいと思います。基本的なフォームとしてですね、まあ、ウクレレこうね、持っていただいて、右手のここの柔らかい部分ありますね。大体ここら辺です。で、これをですね、ボディの一番端っこのこの縁がありますから、ここにかけてもらって脇で挟み込むようなイメージになります。高さはですね、結構人それぞれあると思うんで、好みのところをまた探していただければいいと思うんですけども、右手に触れるところがあまりに上すぎるとですね、ここら辺とかここら辺とかだと、こう引いていくうちにだんだんこうずれてこう落ちていくんですよ。なので、ちょっとこのブリッジで、この黒いところブリッジャーってね、ありますね。ここの範囲のここら辺で、まあ、支えられると振っても落ちにくいと思います。あまり、まあ、僕の場合はですね、もともとテナーなので重たいんで、こういうストラップを、つけるので、ストラップつけたらね、落ちません。ただこう離すとこうペロンってこう落ちちゃうので、ここで支えてるような感じです。はい、ソプラノの方はね、軽いからストラップそんなに気にしなくてもいいかと思いますけども、もし気になるようでしたらね、ここにかけるタイプとか、あとギターみたいにこことこう、ね、肩に回して こっちがピンがあれば、つけられるタイプとか、まあいろいろあるのでね、是非ネットとかでご覧ください。結構ストラップもね、なんか長さがどのくらいなんだろうとか、自分に合うのかなっていうのはちょっと買ってみないと分かんないところがね、結構あって、買いにくいところではあるんですけども、とりあえずなんかいろいろね、探してみるといいと思います。いろんな模様があってね、面白いですね。はい、ここで持ってもらうんですが、この時に、よくある問題としてですね、サウンドホールが目の前を向いてしまう方多いです。こうなんか先入観的だと思うんですけども、こう、ま、この穴がね、音出るとこだということで、こう目の前に出そうっていう、こうイメージで、きっとこう正面に持ってこういう風に弾く方多いと思うんですけど、これ違くて、こう体に対してウクレレ持ったら斜めになるんです。右脇腹にとかに、まあ、ボディがこうね来る感じです。だから体まっすぐなんですけども、サウンドホールこっち側向いてます。ちょっと斜めになります。で、このヘッドの部分がちょうど右肩の正面ですね。はい、ここら辺になるといいかと思います。弾きやすくいいですね。なので体に対して斜めになってます。こうまっすぐになってしまう方は、結構左手こう弾いて、こうやって弾いてる方多いと思うんですけども、やっぱ肩はちょっと不自然ですよね。疲れます、やっぱり。こういう感じです。こう手をね、普通に下ろして、で、スッと上げた状態でウクレレ持てるようにしてください。なるべく普通のこのスッと立った時の座ってる、何も持ってない状態から、なるべくその状態に近い方が長時間弾いてても疲れないですし、なんか変なとこ凝ったりとかしないはずなんですよね。なるべく自分の自然の姿勢にウクレレをフィットさせるようなイメージで持ってください。ウクレレにフィットさせようとしてなんかこうね、肩丸まっちゃったりとか丸まったりとか、しちゃう方結構多いと思います。やっぱりこうね、楽器ってこう肩入りやすいので気をつけてください。胸張ってね、まっすぐ。ただそういう風に持つとですね、ここがまあネックが前に出てるので押さえるところが見えないと思うんですけども、正しい姿勢っていうのはこの自分から押さえるところが見えないというのが正しい姿勢なんです。これを見ようとするとこういう風になったりとかこういう風になったりします。はい、まあ、見た目ちょっとおかしいなっていうのは多分今お気づきだったと思うんですけど、こういう状況になってるんです。こう見ながら弾くということは。ただ、まあ、練習の時とかはどうしてもしょうがないですし、なるべくその姿勢で、長時間練習できればっていうのが一番いいので、落としどころをちょっとこうね、決めていただければと思うんですよね。やっぱ肩とか腰ってやっぱすごい来やすい部分で、ここを痛めちゃうとやっぱ楽しいウクレレ、ね、弾けなくなっちゃうので、そこだけ本当に気をつけてください。はい、でこのネックは水平よりかはちょっと高め、上に上げた方が左手が押さえやすくなります。実はですね、こう上に上げれば上げるほど手首が楽になるので、結構こう広げるフレーズとか、まあ、普通のコードとか小指使いますよとか、そういうことに関してはこう上にちょっと一瞬上げた方が弾きやすくなります。ただまあ基本的にはこの水平かちょっと上に上がったぐらいで、ストラップする時もですね、やっぱこの肘が、僕の場合はちょっとこう上に上がってる状態なんですけども、水平より上になるようにしてください。水平ももちろん OK です。こうね、ストロークとかジャカジャカ弾きたい時はこれ水平だったりします。僕ちょっと高めに、持ってるのでこんな感じになりますけども、基本は水平より上です。ここら辺がまあね、基本いいかもしれないです。ちょっといろいろ小指とか使ってソロウクレレ激しめに弾きたいなっていう方は少し上目にした方が小指で使いやすくなると思います。上に行けば行くほど演奏性は増すんですけども、だんだんこう漫談的になってくるようなイメージで、かっこ悪いとなっちゃうんで、まあそれを狙ってる方は結構上げてこうね、感じで入ってみてもらってもね、いいと思いますけども。なのでストラップの方はそれをね、見越してちょっとこう調整してみてください。低すぎるとやっぱこうどんどん弾きにくくなっちゃったりするんで、右手とか、まあ、ここでね支えたりとかしますね。親指で弾く場合は下の4本でここでまっすぐボディに当たるようにしてください。第一関節までです。こう深くいっちゃったりすると親指が全然動かなくなっちゃうんで、第一関節でしか立てる、こうね、横じゃなくてこっち側ですね。はい、こういう風にね持たれる方多いと思うんですけども、これちょっと広げた方がいいですね。こうピッと、はい、より安定感が増すと思うんで、このね広げた方が。人差し指はこうネックにくっつかないように気をつけてください。ネックにくっついちゃって親指引いてる方結構多いと思うんですけど、そうすると一弦だけすごくなんか弱くなったりですね、弾きにくいじゃないですか。こう一弦弾こうと思った時にこうすぐ人差し指に当たるみたいな、邪魔だなみたいな感じになっちゃうんで、下にちゃんと下げてもらって全部の弦が均等に親指当たるようにしてください。はい、親指でねメロディー弾く時とかストロークする時気をつけてください。あとこうね、練習してる時にこう指板がですね見えにくいからといってこういうふうに上げちゃう方、こっち側にねこう上げてみる方もいらっしゃるんですけど、これもやっぱ良くないです。こういうふうに上げてしまうと手首がどんどん辛くなってきますよね。こういうふうにうおーみたいな感じです。で一番弾きやすいのってこの指板が水平なんですよね。指板が垂直、まあ、もちろんこういうふうになればなるほど手首楽になるんですけど、これちょっと見えにくいのでまっすぐぐらい、こうなるとどんどん手首辛くなりますよね。なのでまっすぐにするように心がけてください。どうしてもこう覗き込みたいとこういうふうにこう上がったりしちゃうんで、これやっぱり良くないですね。気をつけてください。でストロークするとき、人差し指ですね、人差し指で基本的にストロークするときはここの間ですねを全くなくしてください。こうドンとこう奥までウクレレを入れてもらって、このね上腕にボディの上の方がこう当たるようにしてください。でなんか多分サウンドホール付近でこう弾こうと思う方多いと思うんですけど、ギターの多分先入観だと思うんですけども、こっちです。12フレット付近のところで人差し指当ててください。なぜかというと腕の振り、ここから手首から指先っていう風に3段階でこうしならせてこう振りたいんですよね。いいストロークの条件は4本の弦が1つの音に聞こえるようにするというのが大事なストロークなんですね。こういう風にダダダダンテロンみたいな感じでこうずれちゃってると、やっぱりこうストロークのパシッっていうね、リズムがすごくばらけてふわんふにゃんとこう聞こえてしまうので、なるべくストロークは歯切れよくするのがポイントなんです。そうなるとやっぱりこう遠心力の力を使ってこう歯切れよくスピードを乗せてストロークしたいんですね。ということはここからね、短いより長い方がこれ円周率的なあれなんかね、やっぱこう大きく振れるんでスピード乗るじゃないですか。こっちよりこっち大きいですよね、振り幅が。なのでここら辺で振るとスピードが乗っていいストロークを鳴らしやすいです。で指は人差し指ね、こう横向きでこう下ろすんじゃなくて、指の、ね、この爪の面を当てていくので、少しこう内側にこう入れてもらって、こんな感じですね。こう横向きだとこっち側だとガーンってこうここにとか当たったりすると関節こう痛ーってこうなりませんけど、こうしとくとこうしなって放つみたいな、こう切ってしなって放つっていうイメージです。はい、ストロークした後結構これね、ボディより大きい幅で振ってください。これがすごいちっちゃい方多くて、まあ、もちろん住宅事情とかでね、あんま音出せないって感じでこそこそっとこうすられる方もいますけども、やっぱ大きくストロークするんですよ。こんな感じですね。なんかこんな感じになっちゃうので大きく振ってください。ボディの幅より大きい振り幅で、だから結構顔の近くまでこう指くるんです。でこのままこうストロークしますけども、ストロークはやっぱりこの、弦がね4本こうまっすぐ張れてるじゃないですか。この軌道がこういう風になっちゃう方が多くて、こんな感じこう描いちゃうんですけど、こうすると4弦3弦は当たるけどシャキッとする一番高い弦である 1,2 弦があんまり当たらず逃げちゃうんですよ。となるとやっぱり音がシャキッとしませんから、しっかり下まで振り抜く、こうねこうやるんじゃなくて下まで振り下ろす。そうすると下まで振り下ろした時って自分の目線からこのネックの裏側に人差し指があるんで、人差し指の先っちょが見えないはずなんですよ。見えるということはこうね、見えるということはこう弧になってるんですよね。まっすぐ下に来ればここです。見えないはずなんです。わかりますね。ここですから、僕からはネックの裏にあるので見えにくいというわけです。まっすぐ下に真下に下ろすって結構難しいと思うんで、ここからここですよね。ここからこういう風になっちゃったり、こういう風に円を描くような感じでストロークじゃなくて下まで下ろす。そしたらまた下までこう上げアップストロークっていうのがあるんで、はい、ここからここ、ここからここっていう風に均等にこう弦を鳴らすためにはこう真上から真下、真下から真上、均等にストロークしていくと。最初は基本的にはダウンストロークもアップストロークも同じ音量、同じ音色になるようにしてください。これがやっぱりこの弧を描いちゃったりすると、こんな感じでダウンストロークはまあなるけど、アップストロークでペンペシンペシンみたいな、なんか軽いなーって。これは角度が単純にこういう風になってるからですよね。1弦に当たって2弦とかに当たったとしても3弦4弦当たらずこう2弦空中に行っちゃうみたいな感じなんで、こっち側に弾かないといけないですよね。はい、というわけでね、弦がこうまっすぐ張られてるのに対してストロークをまっすぐにしていかないといけないのに、こういう風になってしまうと、1弦とか他なんか弦与えにくくなっちゃうから、ちょっとこう鏡で確認したりとか。耳で確認したりしてやってみてください。基本的なねストロークの、フォームこんな感じになります。はい、コードチェンジしてもやっぱこの根っこはねあまり動かないようにしてください。右手でこう支えてもらってストロークする。でストラップない方はですね左手でこう根っこを支えることになると思うんですけども、このくびれてるところ、ネックのさらにこの白いところ、弦の最後の白いところありますね。こっち側ですね。こっち側に握手のポーズしてもらって、下のこの人差し指が水平にしてください。こうでもないし、こうでもない。まっすぐです。で、親指ピッと伸ばしてください。で、ここに乗っけます。このくびれてるところ。で、その奥にドーンです。この時に人差し指まだ水平にしておいてください。こうなってたり、こうなったりしないようにです。ドーン。はい、でそしたら親指力入れなくていいです。ここにもうネック乗っけといてもらって、あとは4本の指をそのままコードを押さえていくって感じです。高い方の方になってくるとまたちょっとフォームね変わってきますけども、基本的にここら辺で最初弾き語りしたいなって時はここ4本の指支えておいてください。人差し指と親指のこの、水かきですかね、ここら辺で乗っけてコードチェンジしていきます。親指は上から出てます。親指はほとんどここにもうあるだけって感じですね。これを親指下の方に来てしまって、こういう風にコードチェンジする方いると思うんですけども、親指と指でこう挟み込んで根っこを支えてますから、指を全部離すと落ちちゃうんですよ。だから何かしらの指を押さえ続けてなきゃいけなくて、スムーズなコードチェンジの妨げになるんです。1本ずつしかこう抑えられないので、やっぱコードチェンジの目標としてはスタンプのようにドン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 、空中から同時に複数の音をいっぺんに押さえるっていうのが理想なんで、全部の指を離せなきゃいけないんですけども、親指が下にあったりストラップがなかったりするとドン落ちちゃいますから。はい、これで、なるべく、ここら辺の3フレット付近までのを使うコードは親指上から出して、ここでね握り込んでやってみてください。はい、あとできることであればこう上の方もねこの感じでこう押さえたりもしますし、上の方行く時は今度は逆にですねこうペローンとしてこう小指の付け根ら辺でこう、こう上がっていけばいいと思うんですけども、多分最初の方はね皆さんそこまで多分やらないと思うんで、ここです。はい、もちろんストラップあればね便利だと思うんですけども、参考になさってみてください。今日やったこの動画をですねたまにぜひ見返してみてください。改めて、もしくはなんかね画面の隣に、鏡を置いて自分と僕ねなんかチェックしてみてもらったりとか、ね、自分のことをチェックしながらぜひご覧になっていただけると非常にいいと思います。やっぱりフォームはですね人それぞれのフォームがありますので、一概に必ずこうするこうしなきゃいけないっていうことは一つもないんですよね。自分の中で、無理のない負担の少ないそして合理的な、フォームをですねいろんなことを演奏していくうちに徐々に体に染みついていければと思います。ウクレレもですねやっぱり、長い時間かけて自分の体になじませていかないといけないと思うので、それに関してはもう弾けば弾くほど体にくっついてくると思います。フォームのこと考えつつも時々気にしつつも全く気にしないで弾いてみるっていうのも大事ですし、気にしすぎない、時々気にする程度で、いいと思います。その時にぜひこの動画ね使っていただければ幸いです。はい、じゃあ今日はこんな感じでね、ざっくりですけども終わりたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。オンラインレッスンもやらせていただいておりますので、もしね、何かご興味ある方は、初回半額クーポンありますので、下の概要欄からカフェトークです。ぜひね、お申し込みください。内容もね、ご相談していただければと思います。もしいいなと思ったら、チャンネル登録や、いいねボタンを押していただけると非常に励みになりますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。それでは今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。頑張ってください。バイバイ。